前回までのあらすじ。漢のワノナの国王の金印。1784年江戸時代に鹿の島という偏僻な場所で農作業をしていた百姓が土の中から拾ったという金印。この金印は後漢時代の皇武帝から下賜された印綬だと言われています。そもそも印綬とは古代中国の官職の証とする制度でした。ですがこの印綬制度では任官、侯爵を受ける際に皇帝から与えられ、退任する際に返還していたといいます。このことから私は漢のワノナの国王の金印が日本にあることに疑問を感じました。今回からは金印自体にスポットライトを当て真贋を検証していこうと思います。金印のつまみ。まずは金印のつまみについての検証です。一般的にはワノナの国王の金印は蛇のつまみだと言われています。このつまみに関しては何でも良かったというわけではなく、実は明確なルールにのっとってこの蛇のつまみをチョイスしていると言われています。印が制作された後漢時代の古代中国では漢の領土内の官職を内官と呼び、漢以外の周辺諸国の官職を外官と呼び明確に区別していました。そして漢国内の高級職には亀の印綬が与えられていたとも言います。では周辺諸国はどうだったかというと、首都洛陽より北の国にはラクダを与え、南の国には蛇を与えていたそうです。この鹿の島の金印は蛇なので日本は南の国になってしまいますよね。ですがどう考えても日本は洛陽から見て東にあります。東です。おまけして東北方向でも良いでしょう。ですがそうなると北方のグループ国になり、ラクダの印です。なんだかおかしくないですか。この誰が見てもわかるつまみの方角の間違い、なぜか研究者は皆合っているとしか言いません。まるでこの問題が初めからなかったかのように。この間違いに関しては学者や研究者は概ね以下のようなことを言っています。日本は中国の東に位置し矛盾するように見えるが、この頃の中国は和を南方の民族と誤解していたためだと考えられ、矛盾はないみたいなことを言っています。ですが誤解ってまた抽象的で曖昧な結論ですよね。残念ですが私には論理的な答えだとは到底思えません。この和を南方の民族と誤解したという説にはもう一つ面白い話があり、それは鹿の島の金印はラクダを蛇に作り変えたというものがありました。どういうことかと言いますと、金印の蛇の形とこちらのラクダの印のつまみを比べてみてください。なんとなく似てます。ではなぜラクダから蛇に変更したのかと言いますと、こちらの地図を見てください。洛陽から見て日本はちょうど東の方向ですよね。ですので北か南か迷っていたとこの説では言っています。先ほどの誤解した説よりはまだ納得ができる気がしますが、ラクダか蛇どちらにせよ印のつまみの方角は間違っていますよね。あとつまみには銃を通すための穴が開いているのですが、本物説ではこのトンネルみたいな形の穴が後漢時代の穴の形と完全に一致していると言っています。ですが中国の人で印綬を専門に研究されている専門家のサイトでは、後漢時代の穴の形は3割以上は深淵だったので穴の形では判断できないと書いてありました。それはそうと私思ったんですが、北の方角がラクダということ自体がおかしくないですか。ラクダは砂漠とかにいると思うんですが、北方の国に与えていたのも謎です。古代の中国北部にはラクダがいたのでしょうか。私が調べたサイトが間違っていたのかもしれませんが、もしかしたら方角と動物の因果関係自体がないのかもしれません。でも普通に考えれば南北があれば
東西も対応する動物がいると思うんですよね。何せ古代のことなんで、これ以上はわかりません。詳しい人に教えてほしいです。ミステリー事件簿の結論を言えば、陰のつまみに関しては間違っている可能性の方が高く、またつまみの穴に関しては診断の判断材料にはならないと私は思います。文字の表現方法、文字の彫り方。よく金印と同年代の印として比較対象にされる印に光陵王子という印があります。この印は1981年陽州市岩光県で見つかりました。永平元年西暦58年に制作されたと考えられ、鹿の島の金印と年代的に1年しか変わりません。しかも研究者によると、同じ工房で作られた印だとも言っています。さて、あなたはこの2つの印を比べてみてどういった印象を持ちましたか？何やらすごく雰囲気が似ている気がしますよね。特に王という字が似ています。一般的に後漢時代の印の特徴は直線的で字が太いという特徴が挙げられます。この2つの印はまさにそれを体現していますよね。ですが、この2つの金印を比較した評価は研究者によって大きく意見が分かれています。一見同じ時代のよく似たこの2つの印、どこがそんなに議論を呼んでいるのかと言いますと、文字の彫り方に違いがあるというのです。この2つの金印、よく観察すると若干違うような気がするんですよね。微妙な違いなので、視聴者の方もぜひ一緒に検証してほしいのですが、一番わかりやすい比較画像を拾ってきたのですが、2つの印の光の当て方が違うので一概には言えませんが、比べると光陵王子は掘った溝がボコボコと波打ってるのがわかると思います。金印はツルツルした印象ですよね。それに彫りの深さも光陵王子の方が若干浅い気がします。あと誤差の範囲かもしれませんが、金印の方が字が太く感じます。偽物説で有名な鈴木勤さんという方がいるのですが、この人はもともと金細工を生業にしているそうで、その金の専門家の鈴木さんによりますと、2つの印の彫り方は全く違うと言っています。我々は専門家ではないですし、鈴木さんの言ってることがどれくらい正しいのかは正直わかりませんが、私の個人的感想としましては、光陵王子の方が金印に比べて掘ったのみの跡が荒々しいように感じました。あなたはどう思いますか？まあパッと見れば非常によく似ています。しかしよく見れば違う気もする。専門家でも意見が割れていますし、掘り方では真贋は判断できないということで引き分けとしますが、同じ工房で同じ時期に作られたというのは違う気がします。それはそうと、光陵王子について最も重要なことをお話ししなければなりません。謎の光陵王子。金印論争で必ず登場するこの光陵王子、皆さんはこの印がどうやって発見されたのかご存知なのでしょうか？実はこの光陵王子は1981年に光陵王の墓の周辺を歩いていた農民の女性が偶然道端に落ちていた印を拾ったというのが始まりだそうです。どこかで聞いたことのある話ですよね。そう、金印のエピソードと同じなんですよね。先ほどとは別の中国の高名な学者さんはこのことについて次のように語っています。問題はこの非常に貴重な金印が光陵王の墓の埋葬品の中にないことであり、農民の女性が拾ったという墓の近くになぜ落ちていたのだろうか。ある研究者はこの光陵王子は以前に墓荒らしが墓の外の地面を掘り返して紛失したのではないかと説明しているが、どうも納得がいかないし、私はそうは思わないと言っています。しかもこの光陵王子は発見当初からすぐに行方不明になっており、
この巧妙な学者がいろいろな人に所在を聞いても誰一人知らなかったとも言っています。やっとの思いで南京博物館に秘密裏に保管されていることを突き止め、彼は学部長に1時間以上懇願し、最終的に私にこの宝物を差し出したと言っています。現在も南京博物館は光陵王子を一般公開していませんし、日本の研究者の調査要求に対しても頑なに全て断っているそうです。まあここまでひた隠しにするということはきっと知られたくない何か理由があるのでしょうね。ですのでこの疑惑の光陵王子を使い比較検証すること自体があまり意味のない行為なのかもしれませんし、羊の怪しいこの2つの金印はもしかすると両方偽物で、我々は2つの贋作を比べて検証していたという可能性もありますよね。ちなみに金印本物派の研究者はこのことについて一切言及していませんでした。知らなかったのでしょうか。不思議です。今回はこのぐらいにしておこうと思います。次回は金印の文字や金印の金眼優劣等を検証していこうと思います。具体的にはこの疑惑の光陵王子以外の五感や近い時代の印の漢字を使い比較検証していこうと思います。そして江戸時代偽の金印の制作者は金の含有量をなぜ知っていたのかについてお話ししていこうと思います。さらに最後には九州からは金印が出ない理由もお話しします。それではまた次回お会いしましょう。